作ですね、この頃からあのミンストレルショーの曲っていうのはほとんどポスターにはなくなります。どっちかっていうとあのね、なんて言うんだろう、家で女の人がこうピアノを囲んで歌うようなあのパーラーソングって言われるものがどんどん増えていくんですけれども、なんつうんだろう、調子のいいこう曲がなくなっていくんで、プレイヤー泣かせるんで、後半すごい眠くなります。でも年代順にやろうと思うとどうしてもそうなります。1854年に作って55年、もう年明けに発表されたのがハードタイムズカムアゲンのですね。アメリカはね、これもまたちょっと歴史の話になるけど、アメリカ57年が大不況っていうのが一応歴史的にはよく本に書かれてることで、だからまあそれをこうまあ読んでる人が54年はまだ景気良かったんじゃないかっていうような話をすることがあるんですけど、そんなことはねなかったと思うんですね。まあこれもきちんとそこら辺調べていかないとダメなのかなとは思うんですけど、なんでかっていうと40年代50年代っていうのはアイルランドからジャガイモ基金で移民がもう大量に押し寄せた時期なんですよね。だからアメリカ自体の経済としてはそんなにまあ景気っていう意味では悪くないのかもしれないけど、結局今の日本とほぼ同じような状況だと思います。格差がものすごくて、その一番最下層の人たちがまともに給料払われなかったりとか、また銀行自体がその頃っていうのはすごく不安定なもんだったので取り付け騒ぎが起きたりとかね、そういうことはいっぱいあったようです。なので、ほとんど多分今のね日本の状況と変わんないんじゃないかと思うんですね。企業とかはまあまだギリギリ景気良くてなんとか儲かってるけれども、それがちゃんと働いてる人に還元されないっていう状況が多分そのちょうど続いてる時期なんじゃないかなと想像します。なのでハードタイムズの中では一番でもね、裕福な人はそうやって貧しい人たちの声に耳を傾けようみたいな歌詞が出てきます。なんつうんだろうな、日本でちゃんと今歌わなくちゃいけない歌だと思って歌ってるんですけどね。本当にね、歴史の本だけ見てると意外と取りこぼすようなことがいっぱいあって、それっていうのはさっきも言ったようにもうあんまり点で見るんじゃなくて、きちんとその流れの中でね線として見ていくっていうのが大事なんじゃないかなと思いながら、そしてその中にこういう歌があるので、こういう歌がねまあどこまで本当なのって言われるか聞かれるかわからないですけど、でも本当のことだと思うんですよね。何もなければそんな歌はできないと。
across the troubled wave, peace the wild and upon the shore. This I know that is mine. Thank you.